今日はプロスケーター西村碧莉選手が始球式を行いました。ダイナミックなフォームで投げていただきましてありがとうございました。今一度大きな拍手をお送りください。ジャイアンツの先発は高橋優希、今シーズンの初登板。初回ランナーを出しましたが、カープ打線をゼロに抑えています。一方カープの先発は遠藤。遠藤の立ち上がりは三者凡退。2回です。高橋優希の変化球をデビッドソンが捉えまして、レフト看板直撃の特大のホームラン。カープが1点を先制。2回大城の打球、一度フェンスに当たって野間のグラブに入りまして、野間が2塁に送球、2塁フォースアウト、結果ライトゴロという珍しいプレーもありました。3回ワンアウトランナー3塁、4番のマクブルーム、このセカンドゴロの間にカープが1点を加えまして、これで2対0。4回ツーアウト1塁3塁から坂本勇人、東京ドームではおよそ1年ぶりというこのホームラン、第2号のスリーランホームランでジャイアンツが逆転。今日東京ドーム初出場、初スタメンの秋広、東京ドーム初ヒットを放ちました。高橋優希の後を受けました横川、先日プロ初勝利を挙げましたが、今日は中4日2番手での登板。この場面は秋広がレフトから好返球、横川を救いました。6回代打の丸、貴重な追加点タイムリーヒット、これで4対2。なおも2アウト1塁3塁でオコエの打球、10年連続ゴールデングラブ賞菊池のこのプレーです。ピンチを救いました。7回からは直江、今シーズン抜群の安定感を見せている直江が7回を無失点。そして8回はこの田中千春、ランナーを出しながらもゼロで抑えて、そして8回の裏、坂本のこの試合2本目のホームラン、これで5対2、3点差。9回はもちろん大勢、ただカープ打線が粘りを見せます。代打の松山、これで2点差。さらに菊池、これで1点差、5対4。なおも同点逆転という場面で3番の秋山三振、そして最後は4番のマクブルーム三振、5対43連戦の初戦、ジャイアンツが1点差逃げ切りました。ただカープも粘りを見せました。